こんにちは、エミリです。今回の動画はこちらの唇モチーフを使ったイヤリングを作っていきたいと思います。こちらパンドラハウスさんで購入しました。で、使う道具は平やっとこと丸やっとこ、あと目打ちを使っていきます。では始めていきたいと思います。はい、まず使うのはこちらコットンパールのコレクションたちです。で、こちらのねコットンパールたちとこうやってこの唇モチーフをねこうやって合わせていきます。どれが合うかなっていう風にね合わせていくんですけど、個人的に8ミリのコットンパールとか結構好きですね、大きさで言うと。あと10ミリもよく使うかな。そこら辺がなんか私個人的には使いやすいなと思ってよく使います。一番好きな色は、コットンパールのピンクが好きです。はい、こんな感じでね悩んでおります。ホワイトかピンクか、さあどちらを選ぶのか。はい、決まったようです。今回はこちらホワイトのコットンパールに決めました。で、そうしたらねこのコットンパールの穴ですね、この穴をねこの目打ちで開いていきます。そうするとねこの後9ピン通していくんですけど、9ピンがねより通りやすくなります。太いものを通す時とかはねここを広げておいた方がいいと思います。はい、ではコットンパールこれで終わり。はい、そしたらねこのコットンパールに何を合わせようかなと考えております。そして決めました、こちらですね、これです。ロンデルを合わせていくことに決めました。こちらゴールドのロンデルです。で、こちら18ミリのキューピン使っていきます。こちらね1本使っていきます。で、こうやってコットンパールにね通して、で、こうやってロンデルも通して、で、キューピンを丸めていきます。ちょっと丸やっとこでキューピン倒したらもう指でぐーっと90度倒していきます。でね、この時ロンデルを押さえながらね丸めた方がやりやすいです。はい、そしたらこうやって一気にぐーっと丸めていきます。クイックイッとね。はい、めっちゃ綺麗にできました。とっても嬉しかったです。はい、そしたらこうやってパーツができて、唇パーツと合わせるんですけどなんか物足りないなと思いました。ので、こちらデザインマルカン4種類集めてみました。で、こちらキワ製作所さんのデザインマルカンツイストナンバー9とか、あとこちらもキワさんのスターダストデザインマルカンツイストってやつですね。で、こちらがパンドラハウスさんのものですね、こちらもデザインマルカンになります。はい、で、こちらはパーツクラブさんですねのデザインマルカンです。で、この中でね一つずつ合わせていきます。これかな。それともこっちかな。はたまたこれかな。最終的にこちらパーツクラブさんのデザインマルカンに決めました。これ、ね、大きさちょうどよくて、あと主張が激しくないところがいいなと思いました。でね、この
通していくんですけど、デザイン丸カンね、これしっかり閉じてから、キュピにつなげていってください。はい、こんな感じですね。そしたらね、この唇パーツと、つなげていきたいと思います。こちら C 管、5ミリの C 管、ちょっと小さいやつですね。はい、つながりました。こんな感じ、もうね完成形ですね、これは。はい、そしたらね、ここにね、また、この C 管、今度4ミリの C 管をつなげていきます。はい、そしたらフープ金具つなげていきます。こちらね、管付きを選んでください。この C 管開いてつなげていくだけです。でね、C 管は、しっかりと閉じましょう、隙間なく。やっぱね、隙間があるとね、取れちゃうんですよね。なんか思いがけず取れることあるんで、隙間はね、なるべくしっかり閉じましょう。で、私のこの管の閉じ方なんですけどね、こうやってグッグッってね、左右からこうやって押すとね、なんかね、だんだん隙間閉じて綺麗に閉じれるんで、これまあ私が C 管とか閉じる時のポイントです。はい、では完成しました。こんな感じになりました。はい、このね、唇パーツがポイントです。で、こうやってね、このコットンパールとかいろんなパーツと合わせてみました。で、このフープね、これやっぱ痛い時あるんですよね、ずっとつけてると。なので、自分に合った金具ね、見つけるのも、大切かなと思います。ご視聴ありがとうございました。